ああね、そう。シェリンよ。みんな。わかんない。コメント欄のみんなはどう思ったのかわかんないけど。よかったなぁ、シェリン。僕だけ？ありがとう。ありがとう、シェリンの S ボイスありがとうって思ったら僕だけですかね。シェリンの S ボイスありがとう、ありがとう。ずっとそれでした。罰ゲーム誰が受けてるかシリーズとか、あとローストビーフ食べてどっちが高いかな、どっちが安いかなみたいなやつをやってたんですけど、安いの食べて安いの食いながらムユがアホみたいに語ったんですよこっちの方が濃厚でどうのこうのでみたいな、アホみたいにムユチがね、それに対してどうです、やはり違いますか、全然みたいな全然違いますかシェリーいいぞいけいけいけ、もっと聞け、どうですか、違いますか、いけ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 、そう B の方は美味しくないといけいけシェリン、それだ、俺が見たいシェリンはそれだ、いけいけいけ、心の中でずっと言ってた、うん、我々スタジオのメンツにはですね、回答をオープンしましょう。なるほど、では正解はこちらとなっております。はい、B となっております。正解は B です。あら B お願いします。すごい、分かった、分かりました。みんな自信あるんですね。違うんだ。じゃあ早速回答聞いてもいいですか。はい、正解は A のローストビーフです。なるほど、決め手をお伺いしても、B も A もどちらもすごい美味しかったんですけどやはりA のそのしっとりさがかなりあって、やっぱその油なのかなっていう、サシが入ってたのかなと思って A が正解なんじゃないかなと思いました。こっちのものっつったらね、水分がたっぷりでこうジューシーな、はい、感じがあったと。やっぱ甘みが、油の甘みが違ったんじゃないかなと。これ B はなんで違ったんですか。 B はちょっとやっぱりその A と比べるとやっぱりそのしっとり感がなかったのと、ちょっと歯ごたえがあったなって思いましたね。硬いんですね、美味しいんですけどね、とても。はい、ごちそうさまです。はい、ありがとうございます。そういうシェリンが見たくて、僕は虹面っていう昔やった企画のね、ボイスの台本をアホみたいにドイツにしたんですよありえないぐらいドイツにしたんですよ。そう、いやー上手だったな、上手でした。司会進行がもすごく上手だったから、すごいね、面白いなと思って見てました。